はい、それでは、今度パテつけてみますんで、一応もう全部引っ張るとこ全部引っ張って大体形作りましたので、もうあとはこれもうあのパテで形作りますんで、パテをこうやってつけていきます。ちょっと寝るとこはちょっと省略しましたんで、多分パテ寝るとこの画像多分あると思うから探してください。あとでとりあえずあの何やったかな、俳優ストーブが調子悪いからめっちゃ寒くて路列が回らない、もともと路列は回らないんですけど余計に路列が回らないっていう、こうやってパテで形を作っていきます。よいしょ。もう最近あんまりこういうバンギンとかせんけど、ほとんどもうパテで形作ってしまうような感じちゃうかな、どこも昔からそうやけど、そっちの方がもう作業も早いし、それは何百万何千万するくらいやったらそれちゃんとやるけど、もうこういう安い車やったらもうそんなもう何ちゅうかな、時間かけてるあれもないし、そんな時間かけてもられへんし、次かけてどんどん仕事入ってくるし、これはしゃあないことやねんけど、こうやってパテを大体これで3回ぐらいちょっと持って形作っていきます。ちょっとずつこういうパテで形をだんだん作っていってやります。よいしょよいしょ。ちょっと収納に変えてしまったけど、よいしょ、こうやってパテで形を作っていきましょう。よいしょ。下は後でしよっか。とりあえずこの上だけでも形作って完成しましょうか。よいしょ。パテ足らんな。まだもう一回ちょっと塗ってまたパテ作ります。よいしょ。この工程を大体3回ぐらいかな、塗って、なんかサフェーサー塗って、サフェーサーで下塗りって言ったらおかしいけど、サフェーサー塗って、あれしますね。余計に路列が回らないっていう、こうやってパテで形を作っていきます。よいしょ。もう最近あんまりこういうバンギンとかせんけど、ほとんどもうパテで形作ってしまうような感じちゃうかな、どこも昔からそうやけど、そっちの方がもう作業も早いし、それは何百万何千万もするくらいやったらそれちゃんとやるけど、もうこういう安い車やったらもうそんなもう何ちゅうかな、時間かけてるあれもないし、そんな時間かけてもられへんし、
追加でどんどん仕事入ってくるし、これはしゃあないことやねんけど、うん、こうやって縦をだいたいこれで3回くらいかな、3回くらいちょっとあの持って形作っていきます。ちょっとずつこうやって縦で形をだんだん作っていって、パテ足らんな、まだもう一回ちょっと塗ってまたパテ作ります。よいしょ、これ この工程を大体3回ぐらいかな塗って、なんかサフェーサー塗って、サフェーサーで下塗り、下塗りって言ったらおかしいけど、サフェーサー塗ってあれしますね、やります。よいしょよいしょ、ちょっと収納に変えてしまったけど、よいしょ、こうやってパテで形を作っていきましょう、よいしょよいしょ、後でしよっか、とりあえずこの上だけでも形作って試しましょうか。はい、それでは今度パテつけてみますんで、一応もう全部引っ張るとこ全部引っ張って大体形作りましたんで、もうあとはこれもあのパテで形作りますんで、パテをこうやってつけていきます。ちょっと寝るとこはちょっと省略しましたんで、多分パテ寝るとこの画像多分あると思うから探してください。あとで。とりあえずあの何やったかな。廃油ストーブが調子悪いから。